女子部屋の皆さん、ご飯の時間ですよ。僕は、基本的には、ペレット、ひまわりの種と、ドッグフードを少し、ちょっと動物性タンパクっていうことで、なかなか、ミルマーヌなんかは高いんで、ちょっと節約のために我慢してもらってます。たまにはやるんですけど、もうほんとあっという間に食べちゃうんで、なかなか。じゃあ皆さんね、お腹空いたところでご飯にしましょう。はーい。ほんと好き嫌いなくね、ちゃんと食べてくれます。あっという間になくなるんですけど、食べてるっていうよりかは、袋に溜めて、あとでゆっくり食べるという感じですね。だいたい8時にやると、だいたい食べる、本格的に食べるのは、頬袋から出して本格的に食べるのはもうだいたい深夜あたりですね。その頃にはちょっと自分は寝てるんで、ガリ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 。今聞いてる音が、本格的に聞こえてくると、一斉に大合唱状態ですね。はい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 、もうないよ。ない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 、もうない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 。あー、これこれこれないよ。はい、じゃあまた明日ね。では